帰り道のコンビニには何でも揃ってるけど、二人を元に戻す接着剤はないらしい。日曜出勤から疲れて戻る僕は、一人ぼっちの詰まった袋を片手にドア開ける。留守電の点滅、四軒は友達の声で、残りの一つは一体なんて呼べば僕は救われるの。人は必ず誰かに愛されてると言えるよ。だって僕は今でも君をとてもとても好きだから。明日は月曜日、会社をずる休みして、着いたコーヒーショップでお腹いっぱい食べよう。タバコを取り出してぼんやりしてるうちに、ウェイトレスがカップと気持ちまで全部片付けてゆく。忙しさになんか負けない恋だと思ってた。あの時雑誌についてた占いなんて嘘だと思っていた。恋人が今いなくてもいるとどうか嘘をついて、僕も幸せでよかったねとうまく嘘をつくから、僕は誰かを探すよ。それはきっと君のためだよ。例えば髪を切るように、生き方は変えられない。人は必ず誰かに愛されてると言えるよ。だって僕は今でも君をとてもとても好きだから。人は必ず誰かに愛されてると思いたい。君のことを思うように、僕もいつか愛されたい。